お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM 横浜 DeNA ベイスターズベースボールカード2024の開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。それでは早速9パック開けていきたいと思います。では後編の1パック目でございます。東純平捕手でございます。牧秀悟内野手でございます。タイラー・オーツチン外野手でございます。キラでございます。森圭斗内野手でございます。桑原正幸外野手でございます。中川楓投手のカードでございます。戸柱安隆捕手でございます。2袋目でございます。井上健人内野手でございます。梶原光輝外野手でございます。関根大輝外野手のこちらカードでございます。浜口春弘投手でございます。佐野啓太外野手でございます。渡来隆起外野手でございます。上畳大河投手でございます。3袋目でございます。宮城、大田投手でございます。入江大成投手でございます。牧秀悟内野手でございます。石川達也投手でございます。キラでございます。伊藤光、捕手でございます。森唯人投手でございます。松本亮斗投手でございます。4袋目でございます。東克樹投手でございます。山崎康明投手でございます。戸柱安隆捕手でございます。柴田達弘内野手でございます。石上大輝内野手でございます。京山正也投手でございます。京田陽太内野手でございます。5袋目でございます。森下雄大、投手でございます。牧秀悟内野手のカードでございます。桑原正幸外野手のキラでございます。上甲亮太捕手でございます。渡来隆起外野手のカードでございます。ジャクソン投手でございます。浜口春弘投手でございます。6袋目でございます。吉野照樹投手でございます。橋本達也投手でございます。で、渡来隆起外野手のキラで、カードでございます。平健太郎投手のキラでございます。
柴田達弘内野手でございます。ウィック投手でございます。伊藤光捕手でございます。7袋目でございます。平健太郎投手でございます。で、ベイターズのこれマスコットでございます。東克樹投手のキラでございます。これはウェンデルケン投手でございます。で、森ゆいと内野手のこれカードでございます。益子恭介捕手でございます。ウィック投手でございます。8袋目でございます。石田健太投手でございます。石川達也投手でございます。森原康平投手のカードでございます。海老名達夫外野手のこれキラでございます。浜口春弘投手のカードでございます。篠直人内野手でございます。関根大輝外野手でございます。で、最後の9袋目でございます。石間和樹投手でございます。で、宮崎敏郎内野手のカードでございます。大貫慎一投手のカードでございます。山崎康明投手のキラでございます。大和内野手でございます。三浦銀次投手でございます。で、最後は伊勢博夢投手でございます。以上で BBM 横浜 GMA ベイターズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。前編の方でね、すべてね、この限定カードですね出てしまったので、ね、後編の方は、あんまりね面白くないかもしれません。で、直筆サインカードね、出なかったことにつきましては大変申し訳ございませんでした。で、次回もやります。次回はですねこちらでございます。次回は読売ジャイアンツベースボールカードの2024年度版でございます。で、今後の予定なんですが、我が北海道日本ハムファイターズベースボールカード2024と、大相撲カードをね、予定しております。で、お金に余裕があったら、エポックの方もね一つぐらいはやろうかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。